大谷駅は、滋賀県大津市大谷町にある、京阪電気鉄道京信線の駅。駅番号は、OT34。車内放送では、現在では、大谷と発音されている。標高159メートルで、京阪電鉄の全駅では、工作線も含めて最も高い位置にある。日本の普通鉄道、軌道では、日本一の休憩車の駅である。 ほぼ同じ位置に存在した関節鉄道東海道本線の大谷駅についてもこの記事で述べる。新大阪山トンネル開業前の東海道本線に存在した駅。京都大津間の鉄道全通に先駆け、京都大谷間が開業した際に設けられた駅である。この際のルート選定では、当時東山や大阪山を横断するトンネルの開作技術がまだなく、 また、東山を直接越えると急勾配が発生してしまうことから、京都から現在の奈良線のルートで、稲荷駅まで南下した後、東へ東日山の山裾を迂回するものが採用された。駅は大阪山トンネルのすぐ西側、セミ丸神社の近くに設けられ、相対式ホーム2名2線となっており、抽選が1本存在した。上下線間の連絡は、 古戦橋によって行っていた。明治初め、京都大津間鉄道開業前年の1879年8月の、京都大谷間開業時に、開設、1921年8月に廃止された。駅跡は、大阪山トンネル高校と共にしばらく残っていて、京阪京新線の電車内から見ることができたが、現在は、名神高速道路の森土に埋まっている。なお、 太平洋戦争中は、旧トンネル内で航空機部品工場として使用された、逸話がある。現在残った東側の入り口も蓋をされ、中は、京都大学が地震計を設置して観測している。相対式2面2線のホームを持つ、地上駅。改札口は、大津方面行きホーム、京都方にあり、反対側の京都方面行きホームへは、校内踏切で連絡している。 この駅は終日無人化されており、自動券売機は設けられていない。したがって乗車時には改札口にある乗車駅証明書を取り、運賃は降車駅で生産する。かつては直券用の自動改札機が設置されていたが、2019年に撤去されてからは IC カード用カードリーダーのみが設置されている。両、ホームとも有効調は4両。 乗り場番号は設定されていない。トイレはない。1日、356人1990年代半ばまでは800人、前後乗降客数だったが、以後減少に転じ2002年には500人を割り込み、400人前後で、推移している。また現在、京阪電鉄の全駅で、最も利用者数が少ない。京阪電気鉄道開業100周年記念誌。 京阪百年の歩み資料編、駅別乗降客の推移より、地形的には、大阪峠より西で、山品盆地の縁だが、滋賀県に属する。駅そばには、老舗の、うなぎの名店や峠の茶屋があるだけに見えるが、名神高速、セミ丸トンネル西側で入り口から北側へ続く、道沿いに、大谷団地、大津市営乗馬練習場がある。ありがとうございます。